岸田首相が政治資金パーティーをやらないと約束。2月29日の政治倫理審査会で、岸田首相は民主党の野田義彦元首相に追い詰められるような形で、在任中は政治資金パーティーをやらないと約束させられる。その時のやりとりをご覧ください。あの、先ほどは4月に3回パッと言いましたけどね、2022年って振り返ってみるとですね、7月には安倍元総理が銃撃をされて亡くなられました。9月には国葬がありました。 いろんんなことがあるんですその年,をまたあの年の半ば以降も、コンスタントにやっぱりパーティーやり続けてるんですよ、7回も。内閣総理大臣になる前からの勉強会だと言いますけれども、内閣総理大臣になったらやっぱりやめなきゃいけないことだと思いますよ、この慣習を、慣習を。それをやめようとしないで,で、去年もやろうとしたじゃないですか、去年の12月に、12月15日に、 岸田文雄と国政を語る会というのを都内のホテルでやろうとしてた、それ、延期されましたね、延期であって、中止ではありませんね、まだやろうとしてるんですか、まだ、今、私の意見を受け止めると言いましたけど、これ、明確に言ってほしいんですが、在任中はもう政治資金パーティーはやらないと明言できますか。岸田君 大臣規範との関係は先ほど説明したとおりであります、その私自身、国民から疑念を招くものではない、そういう判断のとに開催をした、こういったことであります。この考え方、これは変わりません。その上で、今ご指摘がありました、今後についてはご指摘等も踏まえて、適切に判断をいたします。野田君 適切違反なの明確に言ってくださいもう内閣総理大臣としては政治資金パーティーはやらないと、明言できないんですか田君内閣総理大臣として、えーパ,ーえー、パーティーを開催すること、これは今は考えておりません。野田君今は考えていないいったら、ほとぼりが冷めたらやるってことじゃないですか、や,やらないと言ってください、在任中は。 岸田君、はい、あの結果的に在任中はやる,やることはないと考えております岸田首相も、今は考えていない、などと諦めの悪い人ですね、最後はしっかりと約束させられていましたけど、少し引っかかる言い回しがありました。結結果果的的にに在任中はははやることとない結果的にとは 気になります。これはもうすぐ首相を辞めるのかもしれません。岸田首相の中ではすでに決まっているのでしょうか。4月に解散があるかもしれないと考えている人たちがいるようです。立憲の泉健太代表は、4月にやけくそ解散もあり得ると言われていると述べたそうです。フライデーの記事でも、4月解散の可能性があり得ると見ているようです。いずれにしても岸田内閣の支持率が、そう簡単に上がるわけがないので、解散にベストなタイミングは、 もうないような気がします。いよいよ岸田首相も終わりに近づいてきたように感じます。皆さんの意見をコメント欄で教えてください。